こんにちはテンバーアカデミー堀秀夫です、えー、今日は、えー、毎週3回配信しているサポートメルマガ。えー、この内容ね、えー、今、マニュアルコースの、ま、特別モニターということでね、このサポートメルマガで、えー、マニュアルを流してますけど、ま、それが、ま、およそどういうテーマで流してるか、ま、どういう順序で流してるか、えー、特に商品探しについてね、えー、気になるようなんで、ま、その解説です。 まず、まあ、サポートを受ける。あるいはね、えー、商品探す。まあ、いずれにしても、まあ、パソコン使いますんでね、まあ。このパソコン操作に関すること。まあ、これを廃止していることが、えー、多いです、ね。パソコン操作に関する事項。で、今度ね、目軸をつけますね。パソコン操作。でそれからアカウント登録ね。ね、えー、これからアカウント登録するという方がね、えー、やっぱ、 マニュアルプラン、えー、半数以上いますんで、アカウント登録。でそれから、えー、商品探し。これがね、一番気になるようなんですけど、まあ、基本的に、まあ商品探しは、えー、数当たるというのが基本です。ね、えー、個別サポートの会員さんならね、えー、逆にその、 テーマを決めるのは私とスカイプで相談して、あるいはチャットワークでね、何度も、まあ、個別の商品の相談をしながら修正していてという形で探しますけど、まあそうではなくてね、マニュアルの場合は、まあダメな商品をまず説明する。そして次にね、どういうので商品テーマを決めたらいいのか決めると。まあ、これはね、興味がある商品、趣味で使っている商品、使っていた商品、 集めている商品、集めた商品。まあ、これが一番ですで。次にね、準備がある商品、仕事などで扱ったことがある、扱っている商品。両方なければ、数、勝負ね、ね経費、節減、ね、ということなんですけど、正直これはしんどいです。ね、だからね、えー、まあ、テーマを決めるあたりで、テーマが決まらないという場合にはね、えー、まあ、個別サポートにアップグレードした方が、まあ、 稼ぐ近道ななんじゃないかなと思いまかもとい次にね NG 商品があったら NG 商品を外して商品テーマを決めますそしてまあ具体的な商品を探す手順まあこういう風にして検索して、えー、店舗行くとか、まあ、店舗行って探した商品をこういう風に、えー、チェックして、えー、仕入れるとかいう話ねでそれからこの3 でね、探して知れた商品が売れたら、まあ、売れてもうから商品から広げる。深掘りすると。まあ、3まで、3がね、要はこううまくいけば、4以降はね、このやり方通りやっていけば、まあ、単純に扱い商品も利益も増えてきます。トラブル、トラブルやクレームは利益とバランスを考えると、トラブルが起きたとき、クレームがあったとき、 こういうことが起こったらどうするんでしょうかという質問を、まあ、あらかじめいただくこともありますけど、まあ、正直な話ね、そんなに儲かんなら我慢しましょうよという話か、まあ、そんな利益もない商品でね、トラブルあるんでやってらんないですね、その商品はやめましょうというか、まあ、二つに一つ。だからね、え、起こった事柄については、 えー、よくある出来事なんですけどそん,なそんなリ,リスクがある商品をね、えー、そんな低い利幅でやってたのかという場合もあれば逆にね、えー、そんな大したリスクもないのにそんなすごい利益取れてんだったら、まあ、そのぐらい気にしないでくださいという場合もあって流、えー、極端です、ねまあ、トラブルクレームは利益とのバランスを考えるで6番セット商品 ね、セット商品の作り方。で、7番、ね、カタログを作成したり、あるいはオリジナル商品作ったり、ブランド登録、商標登録、衣装登録と。まあ、この辺になるとね、ちょっといろいろやることが多くなるんで、まずはこの3番までで儲かる商品を探すところで、2ヶ月ぐらいかけて、まあ、じっくり細かく解説していくという形になります。で、その他ね、トラブル事例とか注意点、まあ、 なんかを配信していきますこれ今まではね、このトラブル事例とか注意点、要は日本とアメリカは違う、あるいはね、アメリカとオーストラリアは違う、日本とオーストラリアは違うということで、同じ調子でやってトラブルになることなんかが多いんで、まあ日本やアメリカのアマゾン販売経験者向け記事というタイトルだったんですけど、まあこ分かりにくいんでトラブル事例注意点にします。あともう一個ね、えー、えー これからアカウント解説、これだ、えーと、オーストラリアアマゾンアカウント解説も、商品探しも済んでいる会員さん向け記事と、商品探しも済んでいる会員さん向け記事と書きましたけど、まあ、実際問題、商品ね、えー、見つかってるというか、他の市場でやってたけど、それでいいんだか分かんないとかね、その商品は送れないとかいう場合もね、あるみたいなんで、まあ、これはもう商品探しというジャンルでね、えー、メルマがマニュアル配信します。 まそんな形で、えー、サポート内容の中の、ね、マニュアルをどういう手順で配信するんですかという、ねえー、質問で、まあ、結局、質問の中身で一番気になる部分はこの商品探しどういうふうな形で、ねえー、探していくんでしょうということみたいなので、まあ、これ1回、2回の記事で、ね、簡単に説明できるような内容だったら逆に、ねえー、商品探して、えー、すぐ放和しちゃうんですけれども、まあ、そんな単純なもんじゃないと。まあ、特に テーマを決めるとこはね、大切なんで、えー、NG 終わったらテーマの決め方をちょっとね、えー、具体例なんかを入れながら、またマニュアルの方で配信していこうと思います。まいずれにしても、マニュアルプランの皆様、えー、質問のねリクエストとこういうのわかんないとか、あるいはご報告という形でね、えー、質問、事例報告なんかをたくさんいただくと助かります。また個別サポートの会員さんは、もう、えー サポートメルマが、えー、あるいは私の質問のとのやり取りにかかわらず、ね、思いついたこと、疑問に思ったこと、何でもいつでも質問可能ですんでね、えー、お気軽に、えー、ご質問ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。